車で行こうです。今回紹介するのは、日産から新たに登場した K の BV 桜です。長年、BV を作り続けてきた日産が、満を持して投入した。コンパクトな BV の実力をしっかりと検証していきます。いや注目度の高いモデルですよね。ねま9月に入った段階で、受注が2万八千台を超えるなど、ユーザーの注目も熱い桜。 軽自動車の枠にとらわれない外内装の質感や走りに注目ですはい、それではポイント見ていきましょうサクラは日産の常用 BV としては3番目のモデルです軽自動車規格のコンパクトのボディに日産が培ってきた BV の技術を盛り込みなおかつユーザーの手に届きやすい価格を実現していますエクステリアは LED を効果的に使い アリアと共通する先進的なイメージにホイールや充電ポートには日本の水引きから発想したモチーフを取り入れていますインテリアではドアトリムにまで広げたファブリック素材やカッパー色のアクセントによってプレミアム感を演出していますサクラはプロパイロットや駐車を支援するプロパイロットパーキングといった先進運転支援装備も積極的に採用 軽自動車であってもより大きいモデルと変わらない先進性を手に入れています。モーターやバッテリーは三菱イーケーカロス EV と共通のコンポーネントを採用。バッテリー容量は20キロワットワで航続距離は180キロとなっています。ニシサンサクラの価格はご覧の通り。 国や自治体の補助金を使うとガソリン車と遜色ない実質購入価格になるのも特徴です量産の BEV をリードしてきた日産、k EV でどんな世界を見せるのか楽しみです,、ねうん、そうですね。ということで、この後いよいよ試乗です。プロパイロといった先進装備を標準装備する上最上級グレード G を高速道路と一般道で試します。 BEV の先進性を軽自動車で表現した日産サクラ今回はオプションの15インチタイヤを装着したさくら G に試乗します。 エンジン for the life さあ今日は大ヒット中の K EV23 サクラに試乗していますまあ、このサクラなんですけれども基本的なメカニズムは三菱のイケクロス EV と共通ですただしこのサクラの場合は外観インテリア専用のものを与えていますまあ、外観ご覧の通りすごくフラッシュサーフェイス感があってしかも何かこうアリア と共通性を感じさせるる部分とのがあるんですね。で、インテリアなんかに来てもいやーこれね本当に軽自動車でこんなに立派でいいのっていうぐらい素晴らしく質感が高いですドアの内張りにはしっかりとファブリックが貼られていますしシートのファブリックなんかも含めてコンパクトかどころか。 2つクラス上でもなかなかこんなインテリアないよねっていうぐらいの仕上がりになっていますさあ料金所からのフル加速ですはいあのー 60キロぐらいまでは結構速いですねそれを超えていくとやはり軽自動車であるために64馬力にカットしてるんで、えー、それ以上の速度域ではそこまで伸びないんですがもう特に街中60キロまでの速度であれば結構な勢いで気持ちよく加速をしていきますね乗り心地もこれいいですね、えー、ざらついた路面での,そのザラザラ感もしっかりと抑え込んでいますし軽自動車という ジャンルの中ではそのピッチングなんかの抑え込みも結構よくできてるんですよ。やはりこれはバッテリーブイの持っている低重心というものがすごく効いているんだと思います。当然静粛性はすごくいいですね。タイヤが発するロードノイズ、ゴーっという音も結構しっかりと抑え込まれています。風音もそうですね。ですからエンジンがない分、エンジンのノイズがない分、他の 音騒音が目立っちゃうだから他も下げていこうという、えー、そういう開発の狙いがきっとあったんでしょうただしこうっていう大体400500ヘルツぐらいですかね、えー、ちょっとあの気中共鳴的なそういう音が出るケースもあります、まあ、この音が唯一気になる部分で他はね本当に静かですよね 一般道に入ってきましたこの走りって軽自動車のレベルを軽く超えちゃってますよねエンジンがないというので静かですそれが1つそれからモーターのトルクが 195Nm あるんですよ大体それをもう発進直後に出すということで。 もうあの発進の時の力強さとか余裕とかそれから今勾配上ってますけれどもこういったところでのこのぐッとくる感じとか軽自動車どころかえコンパクトカークラスもはるかに上回るような余裕の走りを見せてくれます。さあいつもの荒れたた路面に入ってきました はい、ちょっとまあ15インチタイヤ履いているということもあってタイヤの硬さを感じる部分もあるんですけれどもでもねこれだけ軽自動車でしっかりとフロアががっちり剛性感があって突き上げをスッと減衰してくれるっていう考えるといやもうこれね素晴らしいですねここの部分でサクラという車ブレーキペダルに連動した回線ブレーキ なんですけれどもこのタッチが素晴らしく自然ですねここまでよくできた油圧回生強調ブレーキってなかなかないんですがもうその辺りの出来も素晴らしいんで開発陣のこだわりみたいなところも、ね、しっかりと出てますよね。 この「さくら」なんですけれどもハードウェアとして素晴らしいということが大ヒットの一つの理由になっていると思うんですけれども、えー、ただ僕はこれてての人にお勧めででできるかというう決してそうではないんですねまず家で充電をできる方それから遠乗りをしない方あるいはもう一台ガソリン車なりディーゼル車なりが家にあって複数所有の方ですよね。まあ、そうい た条件を満たしている方であれば本当にこのサクラという車魅力的だしもう毎日の足として使うには最高の一台だと思いますはい、それでは安全性の評価に行きましょう日産サクラこのようになりましたよくできましたですそして市場での平均燃費なんですが 今回車載の電費系で1キロワッターあたり7.5キロとなりましたこの電費だとフル充電でおよそ150キロ走れる計算になりますちなみに当日は最高気温26度比較的涼しい日だったんでエアコンをあんまりガンガン使わなかったというのもこの優秀な電費につながったんだと思います ともちゃんどうでした、はい、私、功績にも乗ったんですが、軽、うん、とは思えない安定性と心地よさがあって、うん、いや、本当にすごい快適だなって思いました。確かに、ね、その軽とは思えないっていうキーワードがいろんなところに見えるのが、このさくらなんだよね。はい、はいえー、今回、メーカーの開発担当者の方にスタジオにお越しいただきました、日産自動車株式会社のゆきまさんです。 よろししくお願いしますバンさん、あのー、めちゃくちゃ売れてるそうなんですけれども、これ、発売前に作ってらっしゃる仕込みの段階でこれほど売れるって想像されてましたまあ正直、ここまでとは思ってなかったですけども、当然期待し、うん、してりましたで、うん、こ,れこれだけこう受け入れられてる要因というのは、どんなところにあると思っってらっしゃいますか、まああのー、やはり、もともと我々が目指していた従来の,この軽自動車の常識を超える、はい、これがやはり、まあ、 デザイン面もそうですし乗っていただいてもです、ねうん、本当にこれまで軽乗車の不満があったところをすべてこう解決した車になっているというふうに自負がございますのでですねであのこのデザインなんかもその軽自動車であるという以前にやはりそのアリアとか、ね、とのつながりがすごく強く感じるようにあえてこれ連続性を持たせているんですかああそ。その通りですはい、はいあの シグネチャーランプのデコで構成する、ねうん、V モーション、あと、えー、日産のマーク、ですね、はい、エンブレム、これをあの光らせることによって、ですね電動車日産のまあ電動車としての象徴であることをこのアピールして。うんうんうん なるほど、ねで。インテリアもすごく上質で、まああの普通軽自動車だったらこの程度でいいだろうっていうこう見切りっていうのをすると思うんですけど、それよりなんか超えちゃってる感ありますよね。<laughs> ありがとうございます。まあ今回特にあのファブリック素材を多用することによってですね、はい、本当にあの乗った瞬間に。 居心地が良くてですね、うん、こう広くて明る,く明るいこの開放感のあるこのキャビンこれを実現したくてですねいたたししま三菱イ、e、ケクロスの方はイ、e、ケクロスシリーズで EV という選択肢もあるよっていうのであの共通にしたとおっしゃっていたんですけれどもやはり日産の場合はデイズ EV じゃなくて全く新しいものにしたというのも やはりそそこら辺のコンセプト違いっていううう感じなんででしょうかねそうですね、まあ、日産自動車としてはい,いわゆるリーフ、アリアそして3番目のデイズということで、うん、まあ日本の市場ご存知の通り40%が軽自動車のセグメントあここを占めているものですから、うん、当然ここもです、ね、やはり電動化を進めたいということで、うんはい、今回この桜を投入したとというこそういう意味では上の,その車種から降りてくるいわゆるダウンサイザーの方って結構多いんじゃないですか。 まあ、特にそういった方々にもですね満足していただけるようにですね、うん、この桜、従来の経造者の常識、これ大きくこういったところが、まああのえー、非常に市場でも受けているんじゃないかなというふうに思います、うん、はい、はいはい、ここで桜のユーティリティチェックですまずは鉱石への乗り込みです。 とても素敵なスタイリングの桜なんですがこうやってドアを開けていくとすごく広いですよね、ドアもしっかり開きますし、うん、あとはまあ実質的に床から上に関してはあのデイズとほぼ変わらないユーティリティが得られるということで、うん、まあ開口部自体も広く本当に乗り込みやすい印象でした。 で実際の空間の前にです、ね、このシートベルトなんですがだよ、ね、なんとネイビーなんですよ、私この色すごい素敵だなと思いました、うん、で今、鉱石、一番後ろの状態にスライドしているんですがこの状態で身長1 6 2センチの私でげんこつ5.5個足が組ますね、うんで。頭上もかなりゆとりがあって、うん、この状態でげんこつが3つ入っちゃいました。 でこれスライドするので前の方にやるとこんな感じで後ろに荷物たくさん乗せたり膝前を広く取ったりできますでダゲッ地スペースまあ、こんな形で開いていきますどうでしょうか開口部は比較的四角い印象ですよねで今後席一番後ろの状態だとこれぐらいの奥行きなんですけどここのレバーを荷室側からやると奥にやることができるので奥行きが取れますよねで。 鉱石自体は50対50の分割可倒式になっています。まあ、こんな風に倒していくと、かなり実用的に使える空間が現れます。うん、まあ、これバッテリー積んでるとはいえ、全くああいうパッケージングに悪影響を及ぼしてないというのはすごいですね。そうですね。ありがとうございます。うん、まあ今回。 あのまあ基本的にはデイズのプラットフォームと同じなんですけどももともとデイズのプラットフォームの企画をした段階で電気自動車化をするというえ企画がございましたのでもうえすでにもうデイズのプラットフォームを出したときにはそういう意味では走りなんかも結構軽自動車のエンジンよりもトルクが大きいじゃないですか。そ、はい、それれを受け止めめるために写真にもそれなりのこう 構成とか必要だと思うんですけど、そのあたり何かやってらっしゃるんですか。まあ、そうですね。まあ元々、もともとあのデイズのプラットフォーム、シャシーのポテンシャルが高かったと、うん、いうこともございます。まあ、まあの、ただ、まあ、今回、ええー、まあ、桜の場合ですね。まあ、重量物だ、バッテリーを、はい。 え車両の床下センターに搭載することによってえ再度、もう一度え受信効が下がりでそれに伴ってえ車種をもう一度再チューニングしたということでまあ今回の走り、乗り心地ができてるんだと、うん、なるほど素性が良かったということですねあとはそのモーターなんかももっとドカンと加速させるような制御もできたと思うんですがあえてそういうことをしていないというのも僕、扱いやすさという意味でいいんじゃないかなと思うんです。 あのまあ、今回、さくらはですね従来の軽ターボエンジン車の、まあ、約2倍の195ニュートンの最大動力を発生するんですけれども、うん、まあ日産自動車の得意とするところは、モーターの制御のところ、はい、ここが非常に得意とするところで、日産の電動車を乗っていただくと、すべてこれが共通な部分のいわゆる電動車の走り、うん、ここのところを、えーまあ、特徴として、今回、さくらもですね。うん アクセルを踏んだら踏んだだけ、アクセルを離したら離しただけ、リニアにこう加減速ができる。うん、まあこういったところが使いやすさのポイントになる、うん、ね、じゃないかなと思います。運転しやすいなっていう車になってますね。はい、<laughs> まずありがとうございました。ンンはい、ここで日産サクラの評価に行きたいと思います。僕の評価はこのようになりました。丸、これは B V の短所を最小化しつつ長所の最大化に成功したということです。B V の短所っていうのは。 後続距離がが短い充電に時間がかかるでバッテリーって値段が高いので車両価格も上がってしまうというところなんですがだったら小さいバッテリーにすればほとんどそれっていいんじゃないのただし後続距離は短くなっちゃうよね。でも街街中街乗りのののメインの車として考えればその最 航続距離の短さも全然問題なんじゃならないんじゃないかというまあそこがやはりこうコロンブスの卵的な発想なんでしょうねこの桜って小さなバッテリーを積んで値段も安くコンパクトに軽くしてえそれでいてバッテリー EV の持っている何かこう走りやすさとかえまあエコみたいなのも含めて実現しているっていう非常に上手な商品企画だと思います。バツはですねそんな素晴らしい車をなぜ 国内専用にしとくんだということですこれは欧州であるとかアジアの人たちもこういう小さなエコなバッテリー EV 求めていると思うのでこれはぜひです、ね、海外にも提案していきたいメイド・イン・ジャパンの EV としてどん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 世界に広げていってほしいなと思います。はい 私は丸なポイントこれは軽ならではの走らせやすさに軽の常識を超えた内外装の質感と乗り心地の良さがあるところですまあ軽ならではの扱いやすさはやっぱり狭い道もプレッシャーなくすいすい走れるあの素晴らしさ、うん、もちろんこの車ありますしそれでいて上質で居心地が良くて快適性も高いまあ改めて軽と EV の組み合わせってこんなに相性がいいんだなって思わせてくれましたそしてバッテンこれはできれば自宅などに普通充電器が 方がこの車と向き合いやすいいのかなと思っぱり満充電時の航続距離が180キロ程度ということでもちろん表で急速充電してもいいんですよいいんですけど8割程度しか入らないって考えると家から100%充電しといて出かける方が向き合いやすいなってちょっと思いましたね。うんうん、そうですねはい、はいえー、ということで2人の評価はこのようになりました。エンジン にささらをご紹介してきましたが、ともちゃん、改めて。はいまあ、県の EV というと、うんまあ、三菱のアイミーブとか、スバルの r u の R1 ベースのやつとかあったんですけど、うん、でもまた違った魅力を持ってましたよね、だは。なんかもう、これだったら本当に自分の生活に無理なく取り入れられるかもみたいな感じがひしひしと伝わってくる、それがもう成功の秘密,秘密結かなとは思うんですけれども、ばあのさん、これ、やはり長距離を。 ある種諦める2 0ったは1 8 0ロっていうところに線を引くっていうことで。 いろんなことができたっていうのもあるんじゃないですか。まあそのそういった点もたくさんあると思います。はい。うん、ただこの桜ですね。はい、まあ長距離じゃ走れないかというと、うん、まあ急速充電タイムをしていて、はい、あのバッテリー冷却もつけておりますので、うん、そういった方々にもですね使っていただける車にはなっているというふうに思っています。なるほどね。あのそのためにプロパイロットもそうですね。つけて、えこれだったら高速道路で楽ッんで走れるよねっていうのもあるんですが、<笑><笑>まあでもあれですよね。あのバッテリーブイをやはりエンジン 新車の代わりとして使おうとなるともっともっと大きいバッテリーの方が便利だよねとかってことになっちゃうそのなんか悪循環って言っちゃあれだけど言葉あれですけどそれをズバンと断ち切ってコンパクトだったら EV ってもっと便利でこう自分に近いものになるよねっていうのを感じさせますよね。ありりがとうううごござざいいいいいまますそそっっったた狙いも当然ございまし辺、はい、はやっぱり軽自動車っていう そういうくくりっていうのが便利に使えるっていうことなんですかね。まあ制約でもあったんですけども、はいはい、そういったところが、うんはい、まあそういったところをうまく生かしたっていうところ、うん、まあそういったところが良かったのかなというふうに思います、ね、もうぜひこれね、あの、日本国内だけじゃもっていないで、えー、海外にぜひ、<laughs> あの、これ、会社の上の偉い人たちを書きつけて売っちゃってください。<laughs> ありがとうございます。はい、えー。ということで、今日は日産桜を取り上げました。また来週 旬のニューモデルをモータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組それが車で行こうです TVK では毎週日曜夜10時再放送は毎週土曜朝11時で好評放送中ですまた番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます皆さんのより良い車ライフにぜひ お役立てください。エンジン